シャルル・ジェラール・シャルル・フレデリック・ジェラールは、フランスの科学者、アンドレ・デューマの提唱した方の説をまとめ直し、アウグスト・ケクレの原子仮説への橋渡しを行った。また、アレキサンダー・ウィリアムソンが予想したカルボン酸、無水物を実際に合成した、オーギュスト・ローランと信仰を結び、大きな影響を受けた。また、ローランと共に、当時の権威であった。 年長の科学者たちに対して批判的な立場を取り、若くして亡くなった不遇の科学者として、しばしば並列して扱われている。1816年に、ストラスブールにしろ鉛製造業者の息子として誕生した。地元のギムナジウムを卒業後、1831年にカールスルーエリ工科学校、さらに1833年に、ライブツヒの商業学校へと移り、 そこで科学を学んだ。1834年に一旦実家に戻り家業を、次が肌に合わなかったらしく父の反対を受けながら出本し、ハーゲナウのやりケ兵隊に入隊してしまう。その後1836年に除隊し、今度はギーセンのユストゥスフォン、リービッヒの下で学んだ。1838年にリービッヒの紹介で、パリのアンドレ・デュマの下で助手となった。 ちょうどデュマが型の説を提唱したのと同じ時期である。1839年に残余の理論と呼ばれる副分解反応に関する理論を提案した。1841年にデュマのつてでモンペリエの科学ファキュルテの臨時教授となった。この頃ジェラールは存在の連鎖という正規論的な有機化合物の分類を提示した。すなわち脳を構成する物質を上位に、 二酸化炭素や水のような代謝産物を貝に置くような序列構造を考案している。1843年にアイドル列の概念に基づいた分子式に基づく化合物分類を提唱した。また、残余の理論に基づくと、イエンス・ベルセリウスによる原子量、分子量の決定法に問題があることを示した。これはアボガドロの仮説の妥当性を示す第一歩となった。 またこの年に、オーギスト・ローランと政治活動を通じて知り合い信仰を結んだ。ローランは分子式に基づく分類を化合物の性質に関する情報を何も与えていないとして批判した。その後のジェラールの研究は、ローランからの批評に大きく影響されている。また、分子式に基づく化合物分類の発表は市であるデュマとの間に、プライオリティについての争いを引き起こした。 ジェラールは年長者への敬意を書いて自分の方が優れていると主張し、また批判が容赦ないものであったため不遇な扱いを受けることになっていく。1848年にジェラールはモンペリエを離れパリにローランと共に施設実験室を作りそこを研究拠点とした。1851年には不在と共和性を支持する心情を公言していたことを理由に ボンペリエの教授職を解雇されてしまう。1853年に、アレキサンダー・ウィリアムソンが予想したカルボン酸、無水物を合成することに成功し、その結果から新しい型の説を提唱した。1855年にその業績により、ストラスブール大学の教授職を得たが、翌年に39歳で死去した。ジェラールが新たに提唱したアイド列や型の説の概念は、 アウグストケクレの原子仮説への重要な橋渡しとなった。その詳細な経緯については、型の説を参照のこと。ジェラールの提唱した残余の理論は、すべての化合物が2つの根の接合した、接合子として表されるというものであった。ただ、ジェラールは、根の説の信奉者とは違い、根の実在性は否定し、根は反応の際に一時的に現れるだけであるとした。 この説の副産物として、単体の分子式についての問題が解決された。当時は、単体は単元子であると考えられていたため、ベンゼンと塩素が反応して、クロロベンゼンと塩化水素の二つの塩素化合物が生成する反応をうまく説明できなかった。しかし、ジェラールの説によれば、水素や塩素も二つの根が接合した二元子分子であるということになり、 この問題が解決された。またこの説を採用すると、ベルセリウスの原子量、分子量決定法に問題があることが分かった。ベルセリウスは、金属 M の酸化物の蘇生式を MO と考えていたため、一家の金属の原子量が全て2倍になっていた。そしてカルボン酸の分子量を銀塩の蘇生から決定していたため、カルボン酸の分子量も2倍になってしまっていた。 ここでジェラールはカルボン酸の塩素値間反応に残余の理論を適用すると塩化水素の分子量も従来の2倍になってしまうということに気づいた。ジェラールは金属 M の酸化物の組成式は M2O であるとすれば一貫性が得られ、またアボガドロの仮説が成立することを示した。ローランはこの説を支持し、その重要性を指摘した。この新しい分子量は ウィリアムソンや、ウィリアム・オドリング、アウグスト・ビル・ヘルム・フォン・ホフマンらによって採用された。ただし、ジェラールは今度は2価の金属についても、諸正式を M2O としてしまったために、これらの金属については、原子量が今度は半分になってしまった。この誤りは後に、スタニズラ・オカニッツァーロによって正されることになった。ありがとうございます。